ベビーもバイバイして、バイバイして、バイバイして、いつもやりまーす。すごい違うバージョンで全部。違う。ドルルルルルル。次。さっきから。ちょっと。ドルルル。どうもエリリでーす。どうもゆしみでーす。ぼーちゃんでーす。まずはですね、登録者が100人いきました。イエーイ。登録してくれた方ありがとうございます。それからまた動画バンバン出していくので、よかったら見てください。であと動画と動画の間の動画、この動画の途中に載せるので多分見たらわかると思う。それとあとエンディングも変えました。でよかったら最後までご覧ください。エリリチャンネル、本題に入ります。エリリチャンネルのおすすめ3位を発表してみた。イエーイ。てな感じで今回は一人ずつ考えてきたので、おすすめの動画ランキング形式で発表したいと思います。はい、では第3位から、ドゥルル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 ルどこがいいかって、最初の行く時の車のエリちゃんとこのやりとりが結構好き。それこちらですね。お宮参り急に行くんだよ。ママが抱っこして行くの。一緒に行こうね、パパとね。ね。そう、旦那と旦那のお母さんと一緒に行ったんですけど、お母さんがねめちゃめちゃね、これやるあれやるってこう言ってくれたから、うん、そうお宮参りの時はお母さんがすごい大活躍で、そう撮影の時は逆に旦那がもうなんか坊ちゃんのことをこうあやして笑わしてくれて、うん、いい写真も撮れたし、とりあえず最高な動画ですね。それこちらですね。はい、うちの3位がドゥルルルン、こちら。結構友達にもすごい好評で、うちと旦那との会話が面白かったっていう。めったにね、旦那と散歩行かないんですけど、いらないよ、面倒見ないじゃん。じゃあなんでやめたの？死んだからでしょ。じゃあどうしたの？金なくなってその魚たちどうしたの？死んだんでしょ。よかったら見てみてください。こちらがうちの3位でした。じゃあ次は妹の第2位です。いちいちなんでやんの、めんどくさいの。いいんじゃん、面白くない？違うバージョンで全部。いいじゃん。ドルルルルルルル。次さっきからちょっとドルルルル。じゃあ次が妹の第2位です。はい、ドルルルル。こちらです。これもね好きだね、うちも好き。なんかずっと楽しい思い出の場所で、結構楽しくて、で坊ちゃんが生まれて初めて行った時ですね。1年に1回ぐらいは行ってるよね。まあ、ダディはね顔出し NG なんで、裏話じゃないけど、なんかカメラ撮ってる時になんか俺映ってるみたいなダディが言ってて、ちゃんと顔隠してたよ。映ってない、それも悲しいよな。なんかいないみたいで、俺がいない体で話してるみたいと。最後の写真を撮るところが好き。ああ、そうそうそう。みんなで写真撮って、その字幕も面白い。せーの。はい。せーの。4人集まると大体絶対 LOVE やるんですよ。この指か体全体のやつ、それを一生懸命撮ってる場面があるので、ね、それ面白い。 そこはおすすめです。エリリチャンネル、ね、ではエリリの第2位がドゥルル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 。結構マミーがなんか恥ずかしいからあんまり載せないでくれって言われて、でも載せたやつです。とりあえずね、これはもうね見てほしい。見たらわかるやつ、見たら面白いと思う。わかる。テイク2 3 2 1 9。負けな。
妹の第1位を発表します。ドルルルルルン、こちらです。これもめちゃくちゃ可愛い。とりあえず可愛いもん。短い動画だけどとっても幸せあふれる、笑顔あふれる動画になっております。もう全部笑ってるから、ね、ずっと笑ってるから可愛いの。本当に可愛い。ちなみにね、番外編もあるのでエンディング後に載せるので、よかったら、ね、最後まで見てってください。エリリチャンネル、ね、ではエリリの第1位の発表です。はい、ドゥルルルこちらです。これはね、もうとりあえずもうなんかとにかく頑張ったやつ、自分がすごい頑張って1歳だからめちゃくちゃ記念じゃん。だからもうこうやることも調べれば調べることもいろいろ出てきて、その中でもなるべく絞って離乳食寿司と、あとスマッシュケーキ、初めての食べさせるケーキを作って、あと飾り付けもやってみたいな、もうすごいドタバタした一日でしたね。ではね、やっていきます。この飾りはね、ダイソーかセリアですね。100均でだいたい揃えましたね。でっかい風船でちょっとごまかして、あ、取られた。これの次の動画に離乳食寿司とそのケーキの作り方もね、紹介してるので、よかったら見てみてください。てな感じでね、今回は100人突破したっていうことと、ありがとうございます、エンディングと動画と動画の間の新しくしましたよっていうことをですね、いろいろ言いすぎても何が何だかよくわかんないんですけど、とりあえずこんな感じで、エンディング後も番外編載せてますので、新しいエンディングも見つつ最後までご覧ください。ではね、この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。これからも皆さんよろしくお願いします。まったね。で、バイバイ編はもうこういう感じでしょ。このポリ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 、ただただ紹介したいだけっていうか、出産までの動画です。やっと会えたのに離れ離れ。もうこの中でね、もう一人で出産みたいな感じの中頑張った、なんか実況みたいな感じで撮れるとこまで撮ってました。全然今のとこ陣痛なしです。コロナだからね、立ち会いも面会もダメだそうです。痛みを逃がそうと思います。もうちょいで会える、もうちょいでも頑張ります。本当にね、人生で一番頑張った時ですね。かわいい。エビちゃん。かわいい。ではこんな感じでもう終わります。気がない？バイビー。バイビー。終わり。